こんばんんばは阿部さメッセージありがとうございますえ今日はですね、まあ私がね、N 国党に入っても OK だよっていう風なね、あの、動画をいただいたんですけども、まずね、驚いたのはね、あの、サムネイルむちゃくちゃ上手じゃないですか。 いやこれを、すごいです。これを、こういうのをね、作った方がいいんですよ。で、今回、あの、りえさんのね、動画がなんでこういう風にね、サムネイルがきちっとしてて、喋りも結構いけてて、えー、で、ポンポンポンとね、トークが進んだかというと、本当に心から思ったことを話してるからだと思うんですよ。で、どういう風にしたら再生数は上がるかなとか、どういう風にやったら受けるかなっていう風に考える時点でもうすでに、あのー、プレゼンが入っちゃってるんですよね。だからそういうのではなくって、本当に正直な気持ちをぶつけていけば、YouTube っていうのはものすごく、 見てる人からもね、楽しめるし、やってる方もストレスフリーなんじゃないかなと思うんですよ。うん、だからね、あの、プロダクトロンチって言われている動画を使ったセールス手法ってのは、ある意味ね、えー、視聴者さんに忖度してるんですよ。視聴者さんの耳障りの良い言葉を使ったりね、舌触りの良い言葉を使って、その気にさして、それを、その気にさしたことを信頼関係が高まったとかね、ある一面では教育って呼んでるんですけども、私はちょっと違うと思うんですよね。やっぱりこういうふうに、あの、 なんですかね、こんなこと言ったら誰かに何か言われるんじゃなかろうかっていうふうに心配してたたか,かれないようなことを言うっていうのは多分ね誰でもできるんですけどもじゃあそういうふうに自分の本心を隠してここねここら辺から出た言葉で話してそれでいいんでしょうかとかやっぱりこの辺から出た言葉でねやっぱ僕らは生きていけるんではないかなと思うんですよねそれはねあの家族の中においても子供に対してもそうだしあのパパに対してもそうだし。 であのね、あの両親とかにしてもそうだしやっぱ心に思ったことを配慮と敬意を込めてやっぱ伝えていくってことが。 うん、本当に信頼関係を培っていくんではなかろうかと思うんですよ。もちろんね、本当のこと言って何が悪いのみたいな、ツンケンした言い方はやっぱりダ,ダメだと思いますよ。<laughs> で、あとは、人の気持ちっていうのは変わりやすいってことですよね。だから今強く思っていても、次の瞬間、あれそういえば言ってみたけど自分の言ってることおかしいかもな。本当はこうですよと。こっちにか意見が変わりましたっていうのもあり得るということで話していく。そして聞いていくってことですよね。一度言ったじゃないかっていうふうに人が言ったことをね、 あの、もう変えられないように、ロックしてしまうのは、それはちょっと違うのかなと思ったりするわけなんですよ。はい。で、まあね、あの、動画の内容のことについてお話しすると、まあ私がね、N 国,国党で何かするかどうかっていうのもね、まあ一つあるんですけども、まあ向こうが入れてくれないかなというふうにも思っております。ただですね、私も今までずっと政治政党を見ていて、あのー、私がね、自分の力を 骨を埋めるつもりで発揮できるところっていうのはなかなか見つからなかったんですけどもその中であのワンイシュー以外決まりがない要するに NHK のスクランブル以外は特に決まりがないっていうその自由度の高さとまあね YouTuber としての面白さですよねこういうところに関しましては私はもう自分のこのね精神性とかねまあなんかそのおせっかい度ですかこういうのも込みでやあい黒糖は気が合うんではなかろうかと思ってるわけなんですよねうんやっぱりね私はね NHK の受信料を払うの結構そんな負担じゃないしっかり払ってるんですけどもあのアニメが好きなんですよね私 NHK の「名犬ジョリー」から始まってね「あの小鹿物語」とかで「未来少年コナン」っていうのもありましたしねで最近でしたら「不思議の海のナディア」とかねこの辺のアニメ NHK エンタープライズのアニメはすごいなと思ったりしますもちろん教育テレビとかも好きで「333爽やか3組」とかね「虹色定期便」とかねあの辺もしっかり見てますしあと「天才テレビ」くんですかこれも大学生の時 よく見てましたね <laughs> まあそういうい形ででで結構、ね、NHK ファンではあるんですよただですね私は NHK に対して何も思うところがないですけども、あのー、NHK を見る気がないのにもしくは、ままあ、テレビも見てないのに NHK にものすごく嫌な気持ちを持ってるのに金を払いなさいっていうふうに来るのはちょっとね良くないかなと思いますね。そういうところではスクランブル化要するに NHK が好きな人は払えばいいと好きじゃない人は払わないと。 NHK の受信料が高いと思う人は払わない、もしくは減額の要求をすると。 NHK の受信料が特に負担でない方、もうねあの、値段そうだなと思う方払い続けるという風に、選べる風にしたらいいんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり飲食店に行っても、低価格のものとかね、中クラスのものとか、高価格のものとか、値段分かれてるわけですよ。それぞれによってサービスとか、それから食品のレベルも違いますんで、選べる世の中になればいいんではないかなというふうに思いますよね。そういう意味では、N クソの方針っていうのはなかなかいいかなっていうのと、やっぱりね、立花さんがね、本気で話してるところがいいですね。 本気で、えー、そこがいいいなと思います今ね、責任を取ることを恐れて、本気で話さない人ばかりです。もしかしたら、この動画を見てる方も、ドヒッとするかもしれないですね。あ、自分も本気で生きてないかもな、みたいなね。 私の本気っていうのはあのー、本当にそれを実現するレベルでの本気っていうところまで自分に対しては課してるんですよね。自自由由なな時間とと経済的な自由とそだからいろんな人に対して愛情を降り注いでいくことっていうのはやっぱり誰もがね思うことかもしれませんけどもそうは言ってもなかなかできないんですよっていう風なね形でいわゆる思ってることとやってることっていうのに乖離があるんですよね。 そういう人生のその帰りをなるべく埋めて、できれば思ってることとやってることをイコールにしたいなっていうのが正直で言いたいなっていう気持ちのね、一つなんですけどもね。まあそんな感じでございます。えー、まあメッセージ本当はありがとうございました。こういうね、あのー、動画のやり取りっていうのはすごく楽しいんで皆さんもお勧めします。それでは本日は以上です。